カフェ風インテリアとは、インダストリアルの派生進化スタイルです。アメリカ文脈のインダストリアルインテリアに、フード要素とショップ要素を加えて、さらにミッドセンチュリー要素を気分で足してもいい。それがカフェ風インテリアなのである。であるからして、カフェ風インテリアを作るなら、アメリカブランドやインダストリアルブランドを使って、お部屋のベースを固めつつ、そこにさらにいろんなブランドさんの商品から、フード要素、ショップ要素、ミッドセンチュリー要素を集めて、うまく組み合わせていく。この目利きとアイテム選別と、すべて自力で、やっていくのが一般的な手順になります。カフェ風のルールが分かってても難しいけど、カフェ風のルールを知らなかったら絶望的な難易度ですね。ですが、カフェ風インテリアってのは、日本ローカルな側面の強いスタイルです。ということはつまり、日本ローカルなスタイルには、日本のブランドが強いのです。自力でミックスしなくても、最初から品揃えがカフェ風によってる、ブランドさんがあるのですよ。本当でござるかー。というわけで本日は、カフェ風インテリアの、おすすめドメブラ特集です。国内ブランドさんのことをドメブラって呼ぶな。カフェ風インテリア以外でも、十分活躍させられるブランドさんばかりなんだけど、いざカフェ風を作りたい時に、名前を知っていると心強さがすごいので、よかったらお役立てくださいませ。様子のおかしいインテリア店。まずはこちらから、最も普及したカフェ風ブランド、ニコ&。ニコ&ってカフェ風なの？公式様のアナウンスでは、ブランドの対応スタイルについて特に明言されておりませんが、Y が代理で断言しましょう。ニコ&は、カフェ風インテリアのブランドです。何の権限で代理しとるねん。ぶっちゃけ家具屋さんは、言語化に消極的なので、ニコ&さんに限らず、自社の対応スタイルなんて明言してくれません。なので、まるでパリのアパートメントのようなとか、廃材をリメイクしたような風合いのみたいな、わかる人にだけ通じる暗号で、自社のスタイルを表現するのですが、ニコ&さんの暗号は、カフェ風アピールが強くて超わかりやすいので、安心して使用して大丈夫ですよ。そんなにわかりやすいの？商品ベースがはっきりインダストリアルで、アメリカ文脈のアイコンが明らかに多くて、ブランドの成長時期が平成カフェブームとダダかぶりで、ロゴにもインダストリアルなペンダントランク入ってるんだぞ。わかりやすい。なんならフード要素として、ケロッグペプシとコラボしてたりします。アメリカ文脈コーンフレークのケロッグとアメリカ文脈コーラのペプシ。こんなにわかりやすくアメリカ由来のフード要素とコラボするブランド、なかなかないっすわ。まあ総括しますとニコ&さんは、アメリカ系インテリア全般いけるけど、特にカフェ風が得意なブランドさん、くらいに思っておけば OK ですよ。ブルックリン要素とかアウトドア要素とかアメリカをルーツとした要素は全部入ってる感じですね。そうそう、アメリカ系の派生スタイルなら大体綺麗にはまります。素材感も雰囲気あるし、お値段もお手頃でめっちゃ使いやすいですよ。あとはイガニコ&さん好きな理由がもう一つ。ニコ&の公式サイトってさ、ちゃんとしたコーディネーターさんにスタイリング依頼してるのよ。そうなの？せっかく販売してる家具がおしゃれでもコーデ写真がいまいちだったらイメージが湧きにくいですからね。どう使うための家具なのか、正しい使用方法でコーデ実例が見れるのは大きいですよ。へーへー。あとこのインテリアの教科書ってコンテンツが大好きです。無料で見れるんですが、コーデ実例も素晴らしいし面白い解説がいっぱいです。これもプロのコーディネーターさんが監修してるの？してるしてる。ご担当は遠藤真也さんですね。書籍で言うとインテリアスタイリストのネタ帳の作者さんです。もともと界隈のレジェンド久保川勝也さんに支持されていた方で、まあインテリアの世界ではトップクラスに信じて OK な身元の方だと思ってもらえば OK です。本よくわかんないけど本。何にせよ商品がおすすめなだけじゃなく、コーデ実例も信じられるというのは非常にありがたいことです。カフェ風ブランドニコ&さん、とってもおすすめですので、よかったらご利用くださいませ。様子のおかしいインテリア店。カフェ風で頼りになるショップ様特集。二つ目はこちら。ある意味最強のカフェブランドです。カリモク60。カリモク60。最強クラスのカフェ風わからせアイコン、ケイチェアロビーチェアを販売してる時点で、もう無敵なんですよね。カフェ風インテリアを伝えるアイコン要素として、カリモク60のソファーはすごく象徴的なんでしたね。ソファー自体がカフェの概念みたいなものであり、もはやその部屋がカフェらしいかどうかより、カリモクのソファーがあるかないかの方が重要なレベルです。もともとカリモクさんはアメリカ輸出用チェアのメーカーさんで、そのアメリカ輸出用のチェアを、国内向けにリデザインしたのがケイチェアの原型です。デザインルーツにアメリカの遺伝子があるため、アメリカ系スタイルであるカフェ風インテリアとの親和性も高く、カフェ風だからカリモク60を置くのか、カリモク60を置いたからカフェ風なのか、もはや誰にもわかりません。卵が先かニワトリが先かみたいに言うな。まあカフェ風インテリアとカリモク60との関係は、過去記事にて詳しく解説済みなのですが、カフェ風インテリアの雑誌を読むと、カリモク60のソファーを何度も何度もしつこくお勧めされるので、うちのチャンネルでも追体験してもらおうと思って、しつこく名前を出してますよ。嬉しくないサービス。ちなみにカリモク60とはカリモク株式会社が、自身の1960年代の商品をリバイバルした販売ラインのことで、世紀の真ん中ミッドセンチュリー期のデザインなので、そういう意味でもカフェ風インテリアと相性がいいという理屈でしたね。ほいほい、それも聞きましたな。それと関連してちょっと紛らわしいのですが、丸二木工さんにもミッドセンチュリーラインとして丸二六丸というブランドがあるのですが、あるのですが、丸二六丸は北欧インスパイアのデザインなので、実はカフェ風にはちょっと不向きです。カフェ風はアメリカルーツのスタイルだから、そこに北欧要素を混ぜるとややこしくなるのね。丸二六丸さん自体は素敵なブランドなので、純粋に北欧インテリアを作りたい時にはおすすめですし、カフェ風インテリアからアメリカ要素を引いて北欧要素を足すことで北欧カフェ風インテリアを作る時にも頼りになるのですが、その足し算と引き算使いこなせたら相当な上級者ですよ。なのですが、カリモク60さんと丸二六丸さん、名前は似てるけど使い方は別のブランドさんですので、混同せずに上手に取り入れてくださいませ。様子のおかしいインテリア店。
カフェ風インテリアのおすすめブランドご紹介3つ目。老舗の国内ブランド、スイッチさん。こちらも日本のブランドさんなんですね。日本も日本、大阪富田林で生まれた、カナタ製作所さんという家具屋さんのオリジナルブランドですよ。母体となるカナタ製作所さんは昭和2年創業で、2027年には100周年を迎えるという、伝統強強企業様なのですが、もっと暮らしを楽しく豊かに変える家具を作りたい、自分たちで作り販売するメーカーになりたい、などの理念をもとにスイッチ事業部を立ち上げ、以降長らく、ものすごく日本人の好みに理解がある、ものづくりをされています。ほんほんほん、もともとの羊ゆえ家具自体の品質も高水準だし、リアルタイムでトレンドを吸収しながら成長されたためか、びっくりするくらい、わかってるラインナップなんですよね。インダストリアルの要素もブルックリンの要素も、ミッドセンチュリーの要素もカフェ風の要素も、全部ラインナップに入ってます。ありがてえ。しかもですね、個人的に嬉しいポイントとして、スイッチさんは家具のデザインに、アイコニックな要素をはっきり取り入れてらっしゃるんですよ。インテリアの何が怖いってさ、ナチュラルでニュートラルな家具だと、逆に使い方がわからないことがあるんです。わははあるある。だけどスイッチさんの家具は、車輪がついてるとか、モケット生地を使ってるとか、タイルがあしらってあるとか、何系インテリアに使えばいいのか、超絶わかりやすいんですよ。これ日本の家具ではかなり珍しいです。どれも腰が引けてない攻めのデザインで素晴らしい。なんとなく無難なものを買ったせいで、スタイルの印象が生まれない現象になりにくいわけですな。そして国内ブランドの強みがもう一つ、日本のインテリア環境で使いやすい、ローカライズがされています。日本のインテリア事情は特殊だからなぁ。アイアンがスッキリしていて圧迫感が控えめ、ソファーの張り地にリネンが選べて厚さに強い、ローカルトレンドの喫茶店テイストの組み取りに強いなどなど、日本のブランドだからこその魅力がたくさん詰まっています。スッキリしたアイアンって、インダストリアルが嘘っぽくなるリスクない？そのための老舗家具メーカー、そのための高品質ものづくりです。作りがしっかりしていて素材のクオリティが高いと、こういう時に説得力を補完してくれるんですよね。雰囲気のある素材で嘘くさくない印象にする作戦、その分量販店と比べると、結構いいお値段しちゃうのですが、こんな部屋にしたいと思った時に、本当にこんな部屋にしてくれるという、とっても頼りになるブランド様ですので、それすごく重要よね。いつか家具に投資してみようかなと思うことがあれば、よかったらスイッチさんも候補に加えてみてくださいませ。様子のおかしいインテリア店。カフェ風インテリアのおすすめブランドさん、ラスト4つ目、アイテム選びは全部お任せ、フライミーパーラー。フライミーってなんか聞いたことあるような？フライミーさんというのは、インテリア特化の大型通販プラットフォームみたいなあれです。いろんな家具ブランドが出店してて、無数の商品の中からネットで簡単に注文できるわけ。要はオンライン専門のセレクトショップですね。インテリア業界のゾゾタウンですな。で、そんなフライミーさんの中に、カフェスタイル専門のセレクトラインがあるんです。それがフライミーパーラー。膨大な商品群の中からカフェスタイルに合うものばっかり、ピックアップして販売してくれています。最初にちょっと言ってた、いろんなブランドからカフェ風アイテムを集めるって作業をプロがもう選び終わってる状態の品揃えってことね。インダストリアルフードモチーフ時々ミッドセンチュリー、笑っちゃうくらい精度の高いセレクトなので、何も考えずに選ぶだけでカフェ風インテリアが作れますよ。スイッチさんもバッチリセレクトされてるじゃん。ニコ&カリモ60は取り扱いなしなのでご注意ね。ちなみにフライミー全商品の中からカフェアイテムの絞り込みで探しちゃうと、ヨーロッパのカフェなどを含めた広い意味でのカフェ家財が3000アイテムほど表示されるのですが、フライミーパーラーであれば日本人が憧れたローカルカフェ風アイテムを中心に1000点ほどのセレクトになっています。いい意味でイメージ通りに厳選されていますので、あの頃なりたかったカフェ風インテリアへのシンクロ率は非常に高いですよ。アメリカ由来インダストリアル文脈のカフェにちゃんと寄せてくれてるんですな。ともあれフライミーパーラーさん、うちで覚えたカフェ風インテリアの知識があれば、商品リストを眺めるだけでも相当楽しいと思います。カフェ風インテリアを知っていれば知っているほど、品揃えの凄さがわかるわけですね。そういうアプローチもあるのかという勉強にもなりますので、無理に買わなくていいから参考にチェックしておくのすごくおすすめですよ。様子のおかしいインテリア店。というわけで、カフェ風インテリアのおすすめブランド4000、ニコ&カリモ60スイッチフライミーパーラー、一挙ご紹介でしたー。やんややんや、仕組みが分かっていれば、カフェ風以外のスタイルでも活躍させられるんだけど、いざカフェ風を作りたい時に名前を知っていると、ものすごく心強いので、機会がありましたらぜひぜひチェックしてみてくださいませー。あいよー、最後におまけです。店舗要素のピクトサインを取り扱ってるブランドさんとして、モヘイムさんも覚えておくといいですよ。ショップみたいな案内サインじゃあの、いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。